時の記念日に合わせ、文章館時計塔の内部見学会が10日、開かれました。山形のメインストリートが見えるって言うんだから。あ、ここ？あ、そう？枠の木の部分は、あの、登る。この時計を設置したのが、私の、ひいおじいさんの安倍彦吉という人で、英国製ではないかと言われています、この時計本体は。あ、そうですか。で、この時計のこちらから半分、こちらが今動いていて時を刻んでいます。ここは、まあ、重水式とか運動式と呼ばれている重し、26キロの重しで、うん、この時計を駆動しています。ワイヤー7メーターありまして、で、下につくのが5日とちょっと、だから5日に1回ここに来て巻き上げないと止まっちゃいます。忘れないようにしなくちゃならなくて、それは結構大変、重圧。そうですよね、うん、すごい目立つところ止めちゃいけないんで、ここ外しますと針がこうフリーになるんですよ、動くんですよ。35678だよね、うん、大正から、うん、そう、100年以上使われてるっていうことですね。すごいわね、まだ生まれてなかった時のものがちゃんと運動の巻き上げも見せていただいて、あと時計の針の時刻合わせ立ち合わせていただくことがとてもありがたく感動いたしました。山形の誇りです。